三人だ。とりあえずすぐに食事だけもらっていいかい？なんか始まっちゃったから進めます。すまないね、料理人がまだ来てないんだよ。料理人まだ来てない。おいおい、だったら厨房を使わせてもらってもいいですか？まさかの。お連れさんぶっ倒れそうだしな。好きにしてもらっていいよ。優しい。腹と背中がくっつくそんなことは不可能だが。なるほど、体験するとこの言葉が良い表現だと感じる。遅すぎ。すごい。お、うまい。それだ。食事というのはなかなか楽しい。人はもっとこういうものを大切にすればよいのだ。もしかすると寝るのも初めてなのかな。さっきの飯食べてなかったってのもそうだが、何者この子。マクスウェルなんだって。アルビン知ってる？マクスウェルだって？うん、僕なんか実体化した精霊をちゃんと見たのも初めて。精霊の主、四元素の使い手、最古の精霊、いろいろな呼び名があるが、この子が精霊マクスウェル。嘘だろ。そんなにすごい精霊なの？ああ、信じられないよ。ガキの頃から枕元でマクスウェルの話を聞いて育ったんだからな。そんなミラが壊そうとしてるものって何なんだろう。壊そうとしてる？何を？ああ、うん、確かジンとか言ってたかな。研究所にあった装置。ミラにちゃんと聞いてみようかな。興味本位で首突っ込んだせいでこっちでも追われる身になったりしてな。まあ、しっかり考えるんだな。うん、ありがとうアルビン。おはよう、二人とも。おはよう。早速だが、柔道、これからのことで話がある。うん。私はニアケリアに帰ろうと思っている。ニアケリア？ミラの住んでるところ？正確には祀られている。そこに帰れば、次第を再召喚できるかもしれん。マジでマクスウェルなのか。そこでだ、柔道、私と一緒にニアケリアに行かないか。行こう。え？今の君の状況は身から出たサビというものだが、私の責任であるのもまた事実。
ニアケリアの者たちに私が口添えをしよう。きっと君の面倒を見てくれるはずだ。へえ、意外と考えてやってるのな。うん、お前にまるで他人事だと言われて少し反省してみた。ミラ、剣の練習はもういいの？うん、安心しろ。一応振り回すぐらいはできるようになってるな。僕一緒に行くよ。わかった、安心するといい。もうちょっと剣の練習してもいいと思うぜ。そうだろうか。ま、それも含めて準備できたなら声をかけてくれよ。アルビンも来てくれるの？乗りかかった船ってやつだ。ミラ、ん？ありがとう。というわけで、パーティーメンバー変更って何？うわ、外れやがった。ちょ、レベル上げをしようと思って、宿泊まろうとしたら始まっちゃったんで、一応セーブして、どうしよう、ちょっと進める？どうしよっかな。どこいんの？アルビンどこいんの？お。じゃ、行くとしますか。ミラー。確かここから北って言ってたよね。どれぐらいかかるんだ？シルフの力で飛んだのなら半日もかからない距離だろう。というか、それってということはすんごい距離。基準がわからないって。途中に休めるところがあるといいんだが。地図だと村があるみたいだったし大丈夫じゃないかな。物資を調達していこうよ。いずれにせよここにいても始まらない。行くしかないだろう。はいはい。ミラがマクスウェルってマジなのか。確かにちょっと変わってるけど普通の女にしか見えないぜ。本当だと思う。初めて会った時ミラは四大精霊を従えてたんだ。あ、四大元素を操る最強の精霊たちを。うん。火のイフリート、水のウンディーネ、風のシルフ、地のノーム。僕もあの時初めて見たけど、あれは四大精霊に間違いないよ。それが事実なら、ただの女にできることじゃないな。うん。どうしよう、進めるか。本当はさ、レベル上げをして、はい、ここまで上がりましたって感じでやりたかったのに。ストーリーが始まって、おっと、スカーフが歪んじまってる。しまったので、ちょっと進めたいと思います。そのスカーフお気に入りなんだね。いいだろう、フィシマージュってブランドの特注品なんだ。ブランドとかよくわからないけど似合ってるよ。身につけるものにはこだわった方がいいぞ。男の格は外見でわかるからな。見た目より中身が大事だと思うけど。その内面が姿形に現れるんだよ、俺みたいにな。見にくい内面を隠すために外見を取り繕う者もいると思うがそんなの見抜けない奴の中身が貧困なんじゃね。
騙されるやつが悪いと。そんなこと言う人の中身を疑うよ。あらら、ヤブヘビだったか。どっちに行けばいい？左の方面は行き止まりだったから、右か、通れなかった方にあれか、進むべきなんだね。取ってしっかり取っていく。あ、ちょっと、もよし、お、ライフボトルいいじゃん。歩くというのはなかなか大変だな。足が太くなってしまいそうだよ。ミラって案外お嬢様なんだ。お嬢様などではないが、ずっとシルフの力で空を飛んでいたのでな。歩くのはウンディーネと水上を散歩するときくらいだった。それはお嬢様には無理だね。四大精霊をこぎ使って罰当たっても知らねえぞ。何、少々力はあるが口うるさい小獣人のようなやつらだよ。時に私を子供扱いしたりもする。全く困ったものだよ。四大精霊を小獣と呼ばわりかよ。危ね。歯見る頭部村を経由して2アケリアへ行こう。何これ、ここまで進めちゃったらさ、行くまで終われないじゃん。よし。戦闘が長いよね。こうだ。よし。戦いは好きじゃないけど。スキルの何これ、電なんたら。あ、これさっき見なかった。同じのすげえ表示されてくるね。野草木片、こっちが敵全然いないな。
夜行きのイルファンに比べるとアジュールの空は眩しいやだな。この辺りは霊星も安定してるしな。夜行きとか霊星とか何のことだ。おや、マクスウェル様がそんなことも知らない。人間が定義した言葉まで私が認識していると思うのは傲慢というものだ。傲慢は人間の最もどしがたい部分だぞ。ミラ、リーゼマクシアの自然を形作ってるのは何か知ってる？私にそれを聞くか。自然をなすのは精霊の力に決まっている。霊性っていうのはその精霊の力のバランスのことだよ。これが偏ると自然も極端に変化するんだ。イルファンは夜が長い夜行きっていう霊性の中にあるんだ。なるほど、ありがとう、よくわかった。君は説明がうまいな。どういたしまして。へえへえ、どうせ俺は純朴なジュード君とは違う傲慢な人間ですよ。群れを経由って言ってもさ、群れどこ。素材はいっぱいゲットしたけど、さあセーブしていく。エクシリア楽しいね。は、見る頭部。ここは？お、ナウローディン。お、着いた？お、村じゃん。果物はいっぱいだ。甘い匂いがするね。酒の匂いもな。果樹園でもやってるんじゃないか？おやま、こんな村にお客さんとは珍しい。おばあさん、村の人？村長をやっております。いや、オロチマルだろお前。ニアケリアへ行くにはこの道で合っているか。ニアケリアとはまた随分懐かしい名を。どういう意味？忘れられた村の名じゃ。今ではあるかどうかもわからん。子供の頃にキジル海瀑の先にあると聞きましたが。キジル海瀑？大きな滝ですじゃ。ニアケリアをお探しなら起伏の激しい岩場を通り抜けるの。そりゃ通り抜けの。ちょっとここで休んでから行った方が良さそうだな。そうだね。村には宿がないですからの。嘘。私の家に空き部屋があるので使ってくださっても構いませんぞ。超優しいじゃん。おばあさん、ありがとうございます。マジか。しかし、なんでマクスウェル様が人間の姿してるわけ？精霊とは本来マナの塊だ。そのままでは人間界で活動できない。精霊がこの世界に実体化するには属性に応じた触媒が必要なのだ。例えば火の大精霊イフリートが火炎によって体をなすようにな。マクスウェルは元素の精霊だよね。人間の体はあらゆる元素を内包している。私の実体化の触媒としては最適というわけだ。もし触媒を失ったらどうなるんだ？元素を集めて新たな触媒を作り出し、その成長を待たねばならない。元素から赤ん坊を作るってこと？面倒だが、人間を触媒にするには肉体の成長に馴染ませる期間が必要なのだ。精霊の主といっても万能じゃないんだね。この人間界においてはな。それにしても触媒がおっさんじゃなくてよかったよな。見てみたかったおっさんの触
僕は別におっさんでもあり。そりゃなしだけど。えらい精霊様だから別に性別はどうでもいいんじゃないかとは思うけど、精霊の王とかが言われてるんだったら王様をイメージするけど、クイーンではなく。おばあちゃんの家どこ？宿屋。おばあちゃんの家ここ？え、ここ？違うよね。あそこどうやって行くの？これ絶対こっちじゃないじゃん。あ、でも武器屋があるよ。武器屋。いい匂いの正体はナップルの実だ。甘酸っぱくて美味しいんだよね。アップル的な。そうなのか。ああ、ちょうど食べ頃だな。興味深いな。ミラ、よだれがすごいよ。漫画みたいだよ。ジュルルル、なぜかジュルルル止まらないのだ。ジュルル止まらない。食事に目覚めちゃったんだね。盗み食いすんなよ。追われる理由が増えちまうからな。武器屋見てみようぜ。武器屋。武器。アイアン。フィスト。ん？これ持ってんじゃないの？いいって書いてある。シールリスト。めっちゃ上がるが。あ、意外と攻撃力あったんだな。開発。待って、防具見てみよう。レザー、イーダ、トレンチコート。上に、え、上がる。レザーヘルム。ニット帽。あ、レザーヘルム上がるじゃん。よいしょ。アイアンサークレット。リボン。あ、レザーヘルムだけか。これ買おうぜ。装備15。何それ、開発しよう。うん、武器屋ガルト入金。あ、入金でもいいの。野草木片いっぱいあるの。これか。鉄、鉄はいっぱい必要でしょ。ガンガン行こうぜ。綺麗な羽。武器ちっとガンガン行こう。レベルアップ、めっちゃレベルアップした。スチールレスト、ククリ、レイジーアイアン、割引きた。追加されて割引きた。これアイアンサークレット。あ、これ防具だ。武器屋。あ、装飾品とかある。いや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 。攻撃力上がりすぎ。え、高っ！ギリギリ1個買えるかじゃん。うわ、買えね。こっちだな。ちょっと金策もしよう。装飾品って何？マント。あ、上がるじゃんみんな。うわ、高っ。高っ。え、ブーツの方がいいじゃん絶対。ブーツの方が絶対いいじゃん。マジか。開発していかないと絶対ダメじゃん。これ積むじゃん。
あとついでに言うとさ、これさ、宿屋とか入ったらイベント進むとか言わないよね。とりあえずこれで大丈夫だよね。とりあえずここで切ってレベル上げを再開しよう。てか再開とかやってすらいないんだけど、やろう。ではまた。